店内にハートのバルーンがいっぱいあったんですね。バレンタインなんで、しかもあのランおじさんの代表の誕生日なんで。こうやって従業員がね、このイベントにこうやって頑張ってくれるのは、一応解説。39歳になりました。なんかお客様からこうバレンタインみたいなのいただくこともあるんですか？あ、それはあるですね。それはもうね、チョコとか持ってきてくれる。いや、それはありますよ。それはもうマジで、なんやと思ってるんですか、マジで。勘弁してくださいよ、もうねえ。だからだから太ったちゃうね。入ってから僕一番いい営業やなって思ってて、get chipped like staccato send a wave through the hood now sounding like vibrato G why you eat grip with avocado we been trying to dash up before Atlanta not tomorrow singing on my covers on Apollo I've been trying to pave the way but they didn't tell me it was potos America ain't dreaming they been skimming when the world tell me that you came from black niggas sing もう恥ずかしいよ、もう今すぐ帰りたいわ、悲しい。Shining like a real nigga anthem. Charlie saw my wallet, now she think a nigga answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on a bitch. Let the bitch. ハートのバルーンがいっぱいあったんですね。あれですか、バレンタインなんで。しかもあのランおじさんの代表の誕生日なんで、バースデーとして多分飾りが作れると思うんですけど、まあメインはなんかバレンタインなんですけど、まあ、ランおじさんの誕生日なんで、ランおじさんのイベントでもあるんですね。どうしました？今日は。今日バレンタインイベントみたいな、まあ巷であるイベントなんですけど。はいはいはい。なんか渡すんですか？僕はもうお店渡さないです。お店からあげるみたいな。あ、お店はなんかチロルチョコみたいな。あ、ね、あチロルチョコある。チロルチョコっす。なんかお客様からこうバレンタインみたいなのでいただくことあるんですか？あ、それはあるっすね。それはもうね。僕レベルになると、はい、おい税務室な、おい税務室なのにお前だけ笑うな。チョコとか持ってきてくれるか。いや、それは言うんすよ。なんやと思ってんすか、マジで。勘弁してくださいよ、このねえ。あ、だからだから太ったちゃうねん。おはようございます。指名順位。ありがとうございます。いや、もらってきました、これ。お。お。お正式終わって、いやもうやっぱランさんのバースデーとハロウィーンイベントなんで、ね、これは出店しようと思って着替えで帰ってきたので、このまま出店する。この衣装で登壇してそのままです。あ、そうですね。もう部屋目も化粧も全部向こうであって今ちょうどタクシーを乗ってきたところです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、今日はね、バレンタインとランさんの誕生日ということでね、まあ、ランさんの誕生日祝いたいわけじゃなくて、僕が組数140組ペースで行ってる人のお祝いなんで、勘違いしないでください。よいしょ。よろしく。いいか、なんか
週もよろしくありがとうございます。パーリラッパリラパーリラッパリラパーリラッパ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 リラッごめんね、お待たせ。お疲れ様、おめでとうございます。おじさん代表ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、酔っ払っちゃうんで、お水を。一応ね、イベントなんで、こうやって従業員がね、このイベントにこうやって頑張ってくれるのはめっちゃ大切。39歳になりました。ありがとうございます。今年40歳です。ちょっとさ、その付け加えることによってみんな頑張ってくれるやん。そうそう、ちょっと毎日しませんなんか大切やん。お姫ありがとうございます。まあ今日はね、入ってから僕一番いい営業だなって思ってて。お前誰目線やんねん。すいません、あっちが違う、そっちが違う。僕はそのやっぱガチで頑張りたい中でね、今日やったオープンから今日いいな。あのラルとかもね、あの新人勢から上まで全部あのクリスも売り上げも上がってて、にぎわってますね。お客さんが入れない状況です。ロッカーに入れないですか？カメラマン。兄さん、これアイス足りなくなる可能性ないですか？よしき、今タクどうなってる？はい。タクどうなってる？入れてる？ちゃんと。入れてる？一応見れてます。ほんま？ぐちゃぐちゃやってない。俺パッて今ホール出たけど、ちょっとぐちゃぐちゃやったけど。いい影響だ。あそこ片付けて。でもすぐ入れる。うん。一回ジェイさんに聞いて、俺ちょっと別のことやらなあかん。ジン、なんでこんな人足りてない？だったら一だったら一人ずつつけたらいい。担当被ってたら、じゃあマイナスってこと？被ったら傷マイナス。ああ、そういうことね。そうですよね。またっすね。なんか。何択あるんですか？通常は20択ぐらいなんですけど、席分けることできるんで、そこから26ぐらいまでは増やすことできます。ただめっちゃ狭くなっちゃうんで。今何択ですか？今が今満択ですね。付け回しってなると結構そうだけど、今の時間帯がちょっと初回入れないんで、意外とこう満択の方が円滑に回るような気はします。僕は初回が入った方が抜いて抜いて抜いてっていうのが繰り返されるんで、それよりはまだこう円滑に回るかなっていう、満択の方が。よしきよしき、 A さん誰か、 A さん誰かつけてよ。 C2 いきます。あの海さんのとこ、海君、ちょっと分かった。ラルのところもついてあげて、ただ昨日10時までタンクありますよ。あのほんまに、まあ、行きましょうか。被ってるとこから順じゃないともう回らせって。これまず逆に海君戻したらいいんじゃない？いや、3択かかった。そうなんですよ、今だから被ってるから。ランさん、後ろ失礼します。今シャンパン準備できる、手空いてないですか？やりましょうか。これ、緑茶。あ、かしこまりました。現地お客様から出ていらっしゃいませ。いらっしゃいませ。めちゃくちゃ満択でどこも入れないみたいになってたじゃないですか。はい。この場合はどうなんですか？この場合も最悪そのビッグの
一旦その通常って形でご案内させていただいて、その後にホールに移動してもらって、席替えしたいって今いるリップの席全部そうなんですよね。はい、全部その一旦通常ご案内みたいな感じで。何時間もあるわ、しんどい。もちろんあの僕バースでしないんで、はい、でもちょっと付け加えるだけで今こうやって、ね、レッドがみんな頑張ってくれて立ててくれるわけじゃないですか。でなんかそこをちょっと考えてやらせていただきました。こちらこそです。いつもありがとう、久しぶり。年は重ねるものだから、取るものじゃない、重ねるものでございます。ほら大好きです。わあフィナンシェや、フィナンシェありがとうございます。フィナンシェいただきました。これは俺がここぞで食べるわ、ここぞで。今ラバラをやってくぞ、よろしく。はいはいはい、ほら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 。すごくないよ、もう恥ずかしいよ、もう今すぐ帰りたいわ、悲しい。もう僕は今日こけてしまったんで10日間断食します。もう食べません。10キロ痩せます。いやもう本当にもう本当に決めたわ。ちょっと俺は何者でもないんで、すごい男になるために10日間断食します。慰めてやる。はい、もう酔ったよ、酔ったし、俺売れてないし、もういいっすか。いやいや、ダメっす、しんどいです、疲れました。本当に幸せにしてください、俺を。俺を500万こけました。もう恥ずかしくて、もう俺帰ろうかなって、マジで3時間前ぐらいに思いました。もう泣きそうです。なんでおみんなもいい思いしてもらわなきゃいけないし、笑顔でいなきゃいけない、毎日出勤が楽しくしていかなきゃいけない、俺自身もみんなに会いたくてこの店に来なきゃいけない。でも正直ね、それがね今すごい難しいなって、代表って本当に大変だなって、正直ね EP にね戻りたいなって正直思うことがねめっちゃあります。